どうもケンさん TBS ということで、今回5年ぶりマレーシア旅の出発表ということで始めてみたいと思います。ちょっとね原稿みたいなのを見ながらねちょっと喋ってるんですが、いやー本当に今回は結構早かったんですよ。2024年のこれいつでしたっけ、4月の6日から4月13日の行った時の旅の話なんですが、まあ意外と検察日頑張りまして、全26話とねめちゃめちゃ長いロングムービーになってしまったんですが、旅ビデオも本当に昨日公開が終わって、まあ、あとは今回の旅で作ったね手帳もなんとかうまい具合に完成で、この、まあ、手帳の動画はまた後でね、撮影しようかなと思ってるんですけど、ということで、今回マレーシアのクアラルンプールとマラッカに遊びに行った時の表を公開しますということで、データ的には2024年4月6日から4月13日の合計ということで総額127,150円でした。で内訳はねざっくりこんな形です。まあちょっと若干完全にね計算されてないっていうところもあるんですけど、確かにまあ旅にかかるねリアルなお金の話ということでこういう形で、お送りします。まあ、正直今回はマラッカは友人にね良いことがあったとかしてまあちょっと援助していただいて、まあ僕のお金ではなかなか泊まれないようなホテルだったりとかね、あとまあ友人がまあなんかその航空会社に溜まってたポイントなどもあったりとかして、それで少しね、援助していただいたので、実は言うと航空券は2万円ぐらい、安くなってたような確か気がします。細かいデータはね本当もっと細かいデータは友人が Excel で作ったやつがあるんですけど、それはちょっとね公開はあれなんで、ということで、まあ、ざっくり見ていただいて、航空券44,220円って、まあ、ホテルね、こんな形ですね。はい。まあ、通信費はやっぱし、eSIM、僕は KKDI だったかな、DY だったかな、の、SIM カード、eSIM 使ってるんですけど、やっぱり安いですよね。で、まあ、最近ちょっとコロナ禍以降は心配なんで、保険は必ず入るようにします。で、食費は意外と、1週間いた割には安かったのかなって感じですね。はい。で、まあ一番僕の旅の中での文具お土産代が25,010円っていう形だったんですが、これざっくりしか計算してないんですけど、まあ内訳的にはこんな形ですね。文具費15,990円と。で、まあ正直ね、この表、データ見ていただいたのも分かる通りに、私の行動範囲内ではマレーシアのオリジナル文具を取り扱うお店はまだまだ少ないかなという、そんな印象でした。マレーシアめちゃめちゃ素敵な文具屋さん、スティックフリックっていうんですかね、ここはめちゃめちゃすごい素敵なんですけど、まあ僕7101円買ってて、まあ素敵なねハンコとだったりとかシールとかポストカードがめちゃめちゃ売ってるところで、今どこの文具屋が世界で一番いいですかって言われたら、まあここいいんじゃないですかって、おすすめするんですが、アジアのね文具屋さんでおすすめするんですが、まあまだまだまあ僕ね言葉が読めないっていうのもありますけど、メイドインマレーシアってのはなかなか見つけるのがね難しかったかなって形で、そしてまあセアとかねアナトミーだったかな、いろいろ行ってみたんですけど、やっぱしなんだかんだねポストカードとか買いがちで、今回マレーシア旅でハリハリ会にもねお裾分けできるようなものがほとんどなくて、実が言うとポストカードって分けることできないですし、で、まあ、シールもね、なかなかそんなにいっぱい繰り返し入ってるもんだったらいいですけど、なかなかその分けできないもんなんで、なかなかお裾分けできるような、ハリハリ会でお裾分けでっていうのもなかなかなかったりとかして、まあ、徐々にちょっとまだね、完全にマレーシアのやつは紹介できるのは、やつがまだまだ少なかったので、実は言うとハリハリ会にもほとんどねお見せしてないんですよね。はい。なのでまだまだやっぱし発展途上なんですけど、でも面白いお店はねこのスティックフリックっていうのかな、
フィック。で、いつも毎回読めないんですよね、ここのお店の名前が。ここ以外にもね、面白いお店が続々ね、あるみたいなんで、まあ、次行くときはそこにチャレンジしたいかなって思うんですが、なかなか旅費ね、貯めるのは結構大変なので。という形で、まあ、現金でね、お支払いしたお店もあったりとかで、まあ、若干計算が違ったりとかもするんですが、まあ、あと、お友達にちょっとエンジョイしていただいたところなので、まあ完全なこれが旅の費用ってわけじゃないんですが、まあ参考になると幸いですということで、旅はね、めちゃくちゃもう楽しいんですけど、まあお金も時間もかかるし、まあだからこそね、思いっきりね、楽しみたいので、まあ僕は、まあ旅の質をね、明確にすると次もね、行きやすいので、まあ大体ね、見ていただいたら12、3万円ぐらい用意してたら、まあ僕みたいなこの文具費、文具買わなければね、もっと安く抑えることも、お土産もたくさんいつも買って帰るんですけど、みんなに配るための、それも買わなければもっと安くなるので、まあ多分、あれですよね、ざっくり見て、まあ、いいホテルに泊まった費用はここに加わってないといえども、まあ、文具費削ったら、削って航空券が高くなっても、まあ、12万同じで、まあ、あと3万ぐらい高くなったとして15万ぐらいって形でね、考えたら多分今回の僕が泊まったようなホテルとかにも泊まれたのかなっていう感じがするので、まあざっくり今年の海外旅行2回しましたけど、まあ、この近年コロナ1回以降やっぱり高いんですね、チケットとかホテルとかが。まあでもざっくり高いですけど、15万円あればね、そこそこのいい旅はできるんじゃないかなっていう感じがしました。ということで、まあね、旅のね、こうやって支出を明確にして、もう次も行きやすくなるので、引き続きね、支出コントロール全然できてないと友達には言われてますけど、最近ね、まあでもこうやってデータ化して見ていくと次も行きやすくなるので、これからも引き続き頑張りますということで、それではまたね、どっかの旅でお会いしましょう。お相手はケンさん TV でした。旅の施設、なかなかこれ自分で明確に管理するのはね、なかなか大変なんですよね。うわー、こんだけ使っちゃったーってなってね、結構落ち込んだりとかもすることもあるので、ということで、また作った手帳のね、公開はまた次回どっかで、公開できたらと思います。それでは。